有限会社亀屋本店は、静岡県お前崎にある菓子メーカー。演習メーカーとされる亀まんじゅうを中心に和菓子や洋菓子の製造、販売を行っている。2008年からオリジナルのポイントカードである、竜宮カードを発行している。演習灘の砂丘には、毎年夏になると、ウミガメが散乱にやってくるため、その亀をイメージして、 亀まんじゅうが作られたとされているが、実際には別のエピソードがある。海亀を模した亀まんじゅう昭和23年の暮れ、初代店主が正月の準備をしていた時、生地の佐藤の分量を間違えてしまい、使い物にならない生地ができてしまった。しかし、そのまま捨ててしまうのももったいないと思った店主は、案を少しだけ入れて、 正月飾り用に30センチほどの亀の形をした饅頭を作った。翌日、昭和24年の元日からその饅頭を店に出して、来店された客様に見てもらっていた。2.3日後、酒に酔った近所のおじさんが、その正月飾りを見て売ってほしいと言ってきたが、一つしかない飾りであることと、もともと売るつもりで作ったものではなく、 失敗した生地で作ったものなので、売れないといい、売る、占いのお指紋動画続いた。結局、おじさんは怒って帰ってしまったのだが、どうしても諦めきれなかったおじさんは、そのことを家族に話し、困り果てた妻が、どうしても譲ってほしいと店にやってきた。店主は、失敗した生地で作ったもので、あんも、少ししか入っていないから、美味しくないと、 十分に説明した上で、その正月飾りを売ってあげた。店主は、正月飾りがなくなっては困ると思い、今度は、生地と案に十分注意してまた亀の形をした、まんじゅうを作った。すると、先日のおじさんが、あまりにも嬉しくて、近所の人に亀のまんじゅうの話をしていたらしく、別のお客さんが、正月飾りを売ってほしいと言ってきた。今回は、 味にも十分気をつけて作っていたため、心よく売ってあげた。正月が終わって、店が暇になってきたので、結局亀の形をした饅頭は2個作っただけで終わってしまった。しかし、その饅頭の噂はだんだんと広がり、連日、亀饅頭を売ってくれというお客様が増え、行列ができるほどになってしまった。困った店主は、少し小さい亀饅頭なら売れると思い、 5個だけ作ったらすぐに完売となってしまった。それ以降、毎日亀まんじゅうを作るようになり、現在に至っている。亀まんじゅう、ありがとうございます。